はい、前回の動画でねちょっとごちゃっとしてしまった感があったので、改めて方程式を解く際の移行するっていうことを説明していきたいと思います。移行する、項を移動するってことですよね。これが一体どういうことなのか、もう少し丁寧に説明していきましょう。最終的にはどの形に持っていきたいかっていうと、まあこれは全部の問題そうなんですけど、 x イコールなんちゃら、これもそうです。 x イコールなんちゃら、 x イコールなんちゃら、 x イコールなんちゃらという形に持っていきたいんです、最終的には。なので x についている余計なものをどん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 落としていきたいっていう発想で進めてほしいんですね。で、例えば今回のこの x プラス3という問題に関しては、x プラス3のこのプラス3が邪魔だなと考えます。そうすると両辺から同じ数字を引いてあげましょう。プラス3がなくなるように同じ3で引いてあげれば打ち消し合って0になる。もちろん右辺からも引きましょう。そうすると、まあ、ここの部分は x イコール5マイナス3ですよね。なので5引く3は2なのでイコール2、つまり x イコールなんちゃらっていうところは、ここが、まあ、2になって終了っていうことになります。これは前の動画でもお話ししたように、頭の中に前提がありますよね。等式の性質です。ここにちょっとざっくり書いちゃうけども、守るべきルールは4つ、A イコール B ならば、A プラス C と B プラス C は一緒です。A イコール B ならば、A マイナス C と B マイナス C も一緒です。で、もちろん、A かける C と B かける C も一緒だし、A イコール B ならば、C 分の A と C 分の B、 要は同じ数字で割っても一緒だよっていうルールがまた別にありましたよね。これも前提として頭にしっかり入れておかないといけない。で、今回使ったのは両辺から同じ数字を引いたので丸二番を使ったわけですが、ここで注目してもらいたいのは、ここの式とこの式です。この2つの式に関して言えば、今プラス3だったものがマイナス3になって右辺に移動しているように見えますよね。これ本当は途中で両辺から同じ数字を引くという作業をやってるんだけれど、このプラス3からマイナス3になった、左辺にあったプラス3が負に転じて右辺のマイナス3になったことを、ここで、プラス3を右辺に、まあ、移行する、もしくはしたという表現を取ります。プラス3を右辺に移行すれば、これ例えばこれを飛ばして、あ、符号反転させて x イコール 5-3 すればいいねっていうふうに一発で振るんですよ。つまりこの計算はいらなくなるんですよね。なので等式の性質を前提に、両辺から同じ数字を引けば答え出るよねっていう発想から、プラス3を右辺に移行すればいいよねっていう発想にすることによって1分だけ飛ばすことができるんですね。で、結果的にはまあ確かに移動したように見えるっていうのが移行するっていう意味です。別のパターンで練習してみましょう。まずは x のついている項に余計なものはついています。まずはこのマイナス4というのを消してあげましょう。両辺に同じ数字を足してあげれば、マイナス4を消したいにプラス4をしてあげたらいいわけですよね。同じ数字4を足してあげましょう。ここは消えてくれるので 2x です。7プラス4なのでここの結果は11ですね。で、あとは 2x イコール11なので、 2x イコール11なので、この余計な2を消すために両辺を2で割ってあげればいいと考えます。するともちろん両辺は同じ、まあ、割り算を掛け算に直すのでちょっと一回それだけやりますけど、同じ数字で、割られていますが、
割り算は同様に掛け算に変えることができて、約分されることによって左辺は x だけ残りますと。でそうすると 11×1/2 なので1/2になると。でこれで終了ですね。よって、ここですね、答えは x=2/11 ということになります。で、先ほどと同じように説明すれば、注目してもらいたいのはこの式ですね。この式でいけば、マイナス4だったものが右辺に移動することによってプラス4になってますよね。この時に、どういうふうに表現するかというと、マイナス4を右辺に移行する、もしくは真下というふうに表現できるわけです。これはこっちで、これはこっちで、これはこっちです。でまた同じようにここでは今度は 2x=11 とここを注目しましょうか。そうすると両辺を同じ2で割ったという行為が結果的に x=2/11 になってるわけですよね。でそうすると言葉尻は、2を右辺に移行させましょう。ちょっとごめんね、はみ出しちゃうけれど、こっちに書こうか。ここに関しては移行する、もしくは下というふうに表現するわけです。ただ今回はさっきとプラスとマイナスみたいな話とは違って、両辺2で割るんで1/2になってしまうわけですよ。 2x だったものを右辺に移行させると掛け算だったものは割り算に変わります。割り算に変わるし、割り算っていうものは分数になるんで、結果的には2で割るっていうこの分数の形になる、下に行くっていう発想でいると、まあ移行した時のイメージはつかみやすいかなと思います。これが移行するっていう発想です。ちょっとずつ分かってきたかな。じゃあちょっと分数を入れて少し複雑化させましょうか。まず余計なものがあるんで、両辺にマイナス6を、まあ、引いてあげて6を消してあげましょうと。そうすると1/2x=-9-6なんだけれど、この段階でここを見るとプラス6だったものが右辺に移行されてマイナス6になっていると見ることができます。これはプラス6を右辺に移行する、もしくは移行したっていうふうに言い方ができますよね。であとは今度は、これ結果的にはマイナス15になるので、あとは両辺、まあ、x イコールにしたいので、何をすればいいかというと1/2を1に変えたいんですよね。 x というのは係数が1のことなので、1/2になっているものを1に直したい、つまり両辺に同じ数字2をかけてあげればいいと考えます。でそうするとこれ約分されて x ですよね。でマイナス15かける2なのでマイナス30、つまり結果はマイナス30ですね。そしてここでも、見てほしいのは今度はここからここですね。1/2x=-15 という式が1/2を移行させることによって、1/2を右辺に移行させることによってこれが2になってるんですね。こっちは2を右辺に移行させることによって1/2になってましたね。逆になってるわけですよね。1/2を移行させたら2になるし、2を移行させたら1/2になるし、でもそれは割ったりかけたりっていう途中のプロセスを考えれば当然ですよね。なので、移行するっていうのを、このプロセス、この等式の性質をないがしろにした上で移行の練習ばっかしちゃうと、移行するときに誤解したまま練習することになっちゃうんで怖いんですよ。
なので途中のプロセスを大事にしながら、まあ、結果的にこうなるよねこうなるよねっていうのを感覚として身につけた後に移行の練習してみましょう。例えばここの問題使って移行をしてみますと、まず、X イコールにしたいから基本的には X の項は左に移したいなって考えてみてください。でそうするとこの項ねマイナス 2X マイナス 2X を左辺に移行しましょうって考えたときにどうするかというと、足し算引き算の場合は符号が反転すればいいわけだから 3X プラス 2X イコールマイナス1っていう風になるわけです。符号がプラスになってこっち側に移行できるわけですよね。そうすると 3X プラス 2X は 5X がマイナス1ですね。あとは 5X の5が邪魔なのでこの5を右辺に移行させましょう。とすると X イコールマイナス5分の1になるわけです。早いですよね。早いですよね。これが移行の威力です。移行の威力です。ただ移行するっていう途中の式が頭の中で整理されているからこそ両辺の間をねこの5を割ってあげればいいよねっていう発想は一瞬で湧くんで5分の1にできると。これをなんかねマイナス5とかにしちゃう人も結構いるので、これはちゃんと等式の性質をかました練習、このね丁寧、まあもちろんちょっと面倒くさいかもしれないけれど、まずは丁寧に練習してから少しずつ移行っていうものに慣れていく練習に切り替えてください。なので今回はちょっとね方程式を解くという部分の移行するっていうところを丁寧にちょっと説明してみました。ここはもう本当にあとは計算練習で身につかせるところなので、ある程度頭の中を整理した後はまずはプロセスをちゃんと入れて練習して最後は移行でパパパッと解けるようになったらいいですね。頑張ってください。